園芸好きの皆さん、おはようございます。園芸大好き看護師のどんちゃんです。いやー、こちら大好評鬼塚のね動画、こちらとこちらぜひね見てない方見てほしいんですけど、今日はねやっと植えれるから植えていきたいと思います。はい、お待たせしました。見えてますか？ね、楽しそうな顔してるでしょ？ね 楽しいんです。久しぶり植えてるから。さあ、次行ってみようか。また同じ鉢がね、前寄せ植えしてたのよ、これに。見覚えがあるね、人いるかと思いますけど、こちらにね、また植えていきます。で、ボラ土をね、入れるよ、ボラ土。ボラ土っていうね、土が売ってるから、まあ、いろんな名前が、日向土っていう名前でも売ってるかもしれない。なんか宮崎県のね、ところで取れる石やったかな？石っていうか砂というか、まあ、ほぼ石かなって感じ。ほぼ石。石でしかないかなって感じやけど。髪が伸びとるよね、そしてね。ちょっと流して、整えていきましょう。いやー、でもね、皆さん、ほんとね、ドンチャンネルやっててよかったなと思うことがいっぱいあるんですよ。日頃のね、コメントの中でね、やっぱゾンちゃんにいつか会いたいですとかね、ラナンキュラスラックスとか、特に質問とかされたりとか、ほんとプロじゃないんですよ、僕ね。ただの看護師ですからね。でも僕に質問してくれて、ありがとうございますみたいな。参考にね、まあ、なるかはわからないですけど、すごい嬉しいのよ、本当にもう。でね、皆さん優しいの、本当。だから僕はね、この皆さんにいつもお世話になってる分をね、どうにか還元できないかと思ってね、動画を回しております。やっぱ動画を通して皆さんとね、まあ、交流する、これが一番僕の、まあ、恩返しというか、まあ、役割かなと思っております。まあね、将来的にはちょっと直接ね、お会いしてなんかしたいね。 なんかしたいね。さあ、元火入れちゃおうかね。さっき宇宙に飛ばしたからね、もう今回はカーメンくんの一流の入れ方で入れちゃおうかな。カーメンくんのね、あれ貸します企画応募したから応援してね、皆さん。当たらないでしょうけどね。はい、パラ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 っと、よし。でね、肥料が入ったとこでさらに土を入れていこうね。米りね、皆さん愛用してる方多いと思うんですけど、米りいいよね。米りの赤玉土とか鹿沼土とかめちゃくちゃいいからね。アガベめっちゃ育つよ。ぜひね、アガベファンの皆さん、米りで砂を買ってみてはいかがでしょうか。さあ、今回はどうしよっかな。フリフリ系、もうちょっとかわいい天使の羽衣ちゃん、天使の羽衣ちゃん行って、わあ、どうしよっかな。かわいい。カーメンくん、行っとこうか、カーメンくん。ね。カーメン師匠。これ3個植えたらね、めちゃくちゃ大きくなるのよ、ビオラって。ちょっとやりすぎ感あるから、やっぱ2つかなーっていうところかな。こんな感じでね、2つにしよう。もうね、キツキツになるとね、きついから、お花も。さあ、選手。天使の羽衣。根っこどうでしょうか。根っこチェック。ああ、もう美味しい。ね。皆さん、こう外してね。美味しい。はい、これ流行らせましょう。ね。はい、これです。新鮮です。めちゃくちゃ新鮮。ね、流行るか。流行らんね。流行らんか。美味しい、流行らんか。でもね、ドンチャンネルファンは言ってくださいね。あ、美味しそう。でね、一人でこそこそ言っていいですから。いやー、でもね、カーメンくんの、じゃあカーメンくんじゃない、鬼チャンネルのね、動画から、エフェクトの動画から、今月はね、えらい再生されて、今月、1月か。
再生されてですね、もう嬉しかったな。登録者もね爆増ありがとうございます。もうちょっとしたら園芸界の有名人になれるかもしれない。うん、なりますね。皆さんのために、皆さんと共に僕は成長してますからね。こういうね、これ中にね見える、中にちょっとこう枯れた花とかが入ってるから、こういうのに取ってあげとった方がいいよね、今のうち。そう、今のうちがいいの、今のうちが。これしっかり手を入れてあげとくと成長が良くなるからね。ちょっと正面をちょっとこっちに向けさせてもらうね。微妙にね正面があるんだけど、今から大きくなるからね。でこれはカーメン師匠、イエーイ、カーメン師匠。カーメン師匠って言ってるけど勝手に言ってるだけですから勘違いしないでくださいね。実際2回会っただけ、うん、もうね、ちゃんと認識してもらってましたよ、ドンちゃんという名前、うん、すごくないですか。それだけでも僕ねすごいと思うんだよね。ね、なんかこう続けてたらいろいろ起こるね。本当にすごいこと起こるかもよ、皆さん。これから人間続けてたらどんな風にね変わっていくんだよっていうのを実験してるチャンネルでもありますから、うん、応援してください。ぜひチャンネル登録してね。ただただ楽しいねだけじゃない、この人生ドキュメンタリー、そういうところもドンチャンネルやってますからね。ちょっと蜜やね。まあでもちょっとしょうがないんだよな、この蜜になったとこに虫が湧くから、うん、定期的にねこうチョキチョキして切ってあげるといいかもしれないけど、でもね蜜も可愛い、ふわふわしてね、ふわふわちがねバーってもっこりになるから、まあ、いろんなね考え方あると思います、園芸はね。だから正解なんてないんですよ、うん、正解なんてそれぞれの園芸があるから。なんかよくこうね、あれはこうした方がいいんですよみたいな、まあ他のね園芸 YouTuber の人のコメント欄とか見てたら、結構なんかグサーっていうね、いやそれは分かってるんですけれどもっていうようなコメントもたまにあるじゃないですかね。そんなこと知っておきながらこうやってるんですよっていうのをこう、まあ、言いたくなるようなそういうコメントがねあったりするんですけど、やっぱ何よりもね楽しまないと。お花もね、せっかくうちに来てくれたんだから一緒にね家族のように楽しい家庭築こうじゃないみたいな。やっぱねなんかこういろんな、まあ大事なね最低限の方法はあると思うけど、やっぱねなんかこう毎日見てあげたりとか、そのお花のこと考えてあげたりとか、そういうことの方がなんか大事なような気がするよね。なんちゅうてこう 愛というかね、お花にもね伝わるんだと思う、愛。うん、やっぱちょっと飽きてほったらかしとくとね枯れちゃうもんね。そう、やっぱ人間のこう距離が離れると植物ってやっぱ生きていけないから、本当はねこう自然の中で自分の力でね育っていくところなんですけど、どうしても人間ねがこう、まあ、自分で育てれるように品種改良とかね重ねた結果、こういう鉢の中で生きていくっていうね、そういう感じになっとるから、やっぱりしっかりね見てあげないといけないのかなと思いますけどね。はい、うわかわいい、見てあげてこれ、はい、うわかわいいね。はい、2つ出来上がりました。とりあえず動画1回ここで終わろうか、1回ね次ラナンキュラスラックス植え替えようかなと思うので楽しみにしておいてください。はい、というところでね2つ植え替えました、こちらとこちらです。ほら、あーかわいいね、かわいいね。やっぱねお花植え替え、土を触る、花を見る、かわいいよね。うん、こ
こんなことができるのよ、数百円、千円ぐらい、 この苗はちょっと高いけど数百円でできるんだから、皆さんもね、皆さんもぜひ園芸やって、本当に癒しになるから。でね、どんチャンネルはね、いろんな動画いっぱい上げてるからね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そしてさっき言った通り、ラナンキュラスラックスも、植え替えをしていこうと思いますので、チャンネル登録してね、待っておいてくださいね。いやー、今日はね、素敵な時間一緒にありがとうございました。楽しかったね。ちょっと最近あったかくなってきたけど、また寒波絶対来るからね、皆さん風邪をひかないように、そしてね、あの霜とかそれ植物やらないように注意してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。